何の取り柄もない男モブオ。そんなモブオの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モブオは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。その日モブオは不動産屋にやってきていた。こちらの物件なんていかがでしょうか。築浅ですし駅からも近いですよ。この部屋内装もめちゃくちゃおしゃれですね。はい、実は最近内装をフルリフォームした物件なんです。フルリフォーム？大変ラッキーですよ。こんな人気の物件が空いているなんて。敷金礼金は無料なので早めにご契約いただいた方がよろしいかと。じゃあここでお願いします。ありがとうございます。では契約書を持ってまいりますので少々お待ちください。あれ、無謀さん引っ越すんですか？そうなんだよって。あれ、フラグちゃん、君が現れたってことは立ってるの？なんでだ、全く心当たりが。それはですね、モボウさんが今決めた部屋、おそらく事故物件だからです。この前のレイコさんみたいな優しい幽霊がいればいいですけど、そうじゃなかったら。あんた、死ぬわよ。なんだって。家賃が下がっているとは限らない。待ってくれよ、どうして決めた部屋が事故物件だってわかるんだ。ちゃんと見てくれ。別に家賃が相場より安いわけじゃないし、築年数も3年で新しいとこなんだぞ。残念ながら事故物件は必ずしも家賃が安いわけではありません。え、むしろ相場より家賃が安いと事故物件なのが丸分かりなので、業者側はバレないように工夫することが多いんです。どういうこと？具体的には不幸が起きてしまった現場の内装をフルリフォームして部屋のランクを上げてしまうんです。ランクを上げる？はい、例えば家賃6万円のマンションで不幸が起きたとして、フルリフォームして一度部屋のランクを家賃9万円まで上げてしまうんです。そこから事故物件ということで値引きしても、事故が起きる前と同じ値段で部屋を貸し出すことができるんです。なるほど、だから家賃だけ見ても事故物件とわからないわけだ。その通りです。そもそもおかしいと思いませんか？無謀さんが決めた物件、築浅なのにフルリフォームしたんですよね。確かに怪しさ満載だな。人気なのに敷金礼金がかからないというのもおかしい。建物の外観に違和感がある。ちなみに他に事故物件かどうか見分ける方法ってないの？そうですね、マンションの外観を見ることでわかるケースもあるみたいですよ。外観を見る？例えば火事が起きた事故物件だと、建物の一部だけ違う塗装がされていたり、一重戸だけ玄関扉が変わっていたり、明らかに建物の外観に違和感がある場合が多いんです。なるほど、外観の違和感か。念のため例の物件の外観を確認しておくか。逆に外観も確認せずに住むとこ決めちゃったんですね。このマンション、なぜか右半分が魔改造されてるんだけど。もはや外観に違和感があるとかそういう次元じゃないですね。これはガツンと問い詰めなきゃいけないな。俺をヘンテコな事故物件に住ませようとしやがって。不動産屋を問い詰める。お待たせいたしました、契約書の方お持ちいたしました。あれ、お客様。ああ兄ちゃん、何とんでもない物件紹介してくれちゃってんね。すみません、何の話でしょうか。とぼけたって無駄だぜ、もうネタは上がってんだ。まさか俺を事故物件に住ませようとするなんてな。え、事故物件？築浅なのにフルリフォームされてるなんておかしいだろ。それにこの外観、明らかになんかあったよね。誤解です、本当にここは事故物件ではないんです。あ、本当に本当なんです。確かに1年前火事でマンションは半壊し改築しましたが、誰も亡くなっていないので事故物件ではないんです。え、まあそういうこともあるんじゃないですか。そっか。ちなみにもともとはお城のような外観だったんですが、火事の後に大家さんの趣味が変わったみたいで、修繕した左側は普通のマンションになりました。え、逆にこっち側が魔改造なんですか。なんかすみませんね、ひどいこと言っちゃって。全然大丈夫ですよ。で、結局この物件で契約されますか。たとえ事故物件じゃないとしてもこの見た目はちょっと。そうですか、もったいないな。え、実は近くに女子大があって、ほとんど女子大生が住んでるマンションなんですよここ。やっぱ住みます住みます住みます。へえ。こうしてモブオのハッピーライフが始まった。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちます。